ハイアイルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。なんかさっきのなんかボートで落っこっちゃった人たちいたでしょ、うん、あの人たちが落っこった穴を見つけようとしてんだけど、なさそうなんだよな。なんかこれか、いや違うな、そんな深くない。これだって川だもんね、干上がっちまった川だもんね、これね。誰かいるな。あと ここにモリックいた。あ、え、これは？これ何？さっきのここに、いやそんなわけないよな。なんだろうこれ。なんか陥没してあんな穴開いたみたいな感じになってるけど、もともとだってここに羊囲ってたんでしょ。羊離す、羊離すってある、あめーって言うだけ。また会えてよかったよ。ちょうどプリベッテと君に助けられたことについて話してたんだ。彼女はほぼ回復したよ。友達を盗むなってメッセージがハドリッドに伝わってたら安心なんだけどね。うん、だといいな。宝箱だ。モリックのだったらすまんな。よし、じゃあちょっと遠回りになっちゃったけど行こうか。この旅の祠開けていきますかね。なんだろう、いるなあ。これなんだろう、ソウルレイザー。あ、な、二刀流とかいいの。あれ、お前どっから出てきた。あ、なるほど、なんか機会を伺ってたんだな。こいつらを助けるというか、やり返してやるための。そしたら俺が抱いた、ほら。なるほど、ソウルレーザーとは別になんか
関係性があるわけじゃないんだ、超越の騎士団たちは。マスターだ。あーやべえ、間に合わない。このね、宝箱開けが下手くそになってきてるの、どんどん。投資のせいだと思うんだけど。あーダメだもうマスターがね、難しすぎんのよ。同じじゃないんだ。逃げた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 。へえ難しい。なんかだからもう反射神経が鈍ってきてんだろうね。サンゴの道の旅の祠。なんか干上がり気味の川多いね。相川商人ちゃんがいない。ちょっと待って、テリリッセ。この島にいる者の大半はブレトンだけど、他にもいろいろな種族がいるわ。よく見ていればわかる。確かに。せっかく来たのだし、何か売っていく？それとも何か売っていこう。はい、ありがとう。狼とかいるね。あ、旅の祠か。住んではいないのかな。なんかたまに鳥たちがこう顔出してたらちょっと面白いのにな。おい、少し話せないか。誰だお前は。お前は健康そうだな。まあ、少なくとも邸宅の患者よりはずっと元気そうだ。邸宅の患者。手を貸してもらえないか。ここの患者たちは奇妙な病気にかかっている。どんな病気だ。癒し手たちも知らない病気で、原因も分かっていない。邸宅、この場所について教えてほしい。ここは揺るぎなき邸宅。バカロ・ボロラス教の家が代々使ってきた邸宅だ。戦争が起きた時、バカロ教はここを負傷兵の治療所にしたんだ。なるほど。どの勢力の兵士だろうと療養できる場所としてね。だがこの病が彼らの回復を脅かしている。癒し手に原因がわからないのか。癒し手は感染者の手当てで忙しくてな。そこでお前にお願いしたい。原因を突き止めることができれば対処法がわかるかもしれない。まあ確かに。無論報酬は出す。我々がこの揺るぎなき邸宅で行っていることはとても重要なことなんだ、うん、じゃあ感染の原因を探る手伝いをしよう。症状が出ている患者と話してみてくれ。噴水近くにいるエレビル・ビュレスか、海を眺めるのが好きなミラギ、癒してテリエルとも話してほしい。彼女は中にいる。終わったら上に来てくれ。待っているぞ。この病気についてもっと詳しく教えてほしい。直接体験したことを話そう。最初の症状は悪夢だ。戦争の夢には慣れっこだが、あれはもっとひどかった。
自分の周りを無数の目が取り囲み、暗闇から見つめていたのを覚えている。それに叫び声だ、ずっと叫び声が響いていた。その後どうなった？他の患者たちは熱や発作、震えの症状が出た。頭が混乱して戦場に戻ったと思い込む者もいた。癒し手に襲いかかったダークエルフを組み伏せたこともあったよ。他の者たちの様子を見ると、自分がああならないよう願わずにはいられないな。まだそうした症状は出てないのか。ありがたいことにな。私は運がいい。だがいつ自分の番が来るかはわからない。この病気は同じ症状が二度現れることはないらしい。ここの治癒士たちはそれにも困惑している、うん、どうしてここの患者になったんだあんたは。他の兵士たちと同じく、私も自分の王のために戦っていたんだ。ある時腹に槍を食らってな、多くの呪術師に見つけられるまで何時間も泥の中に横たわっていたよ。彼女がキャンプまで運んでくれたんだ。私はブレトンの診療所に運んでもらって、そこで提案を受けたんだ。どんな提案だ？私のベッドに教会の代表者が足を運び、タムリエルに平和を築くための栄誉ある計画について話してくれたんだ。つまり私がこの診療所で敵対勢力の人々と共に療養することになるとね。なるほど。ひどく楽観的な話だと思ったが、海辺のリゾート地で過ごせるチャンスだ。断る手はなかったよ。なるほどね、うん、バカル教の考えを信じていないのか。おいおい、友人が倒れるのを何度も見てきたし、これ以上血が流されるのは我慢ならない。私は平和を望んでるよ、夢に見るくらいにな。だが権力者はさらなる権力を求めるものだということも私は知っているんだ、うん、そして権力者は自らの手を汚さず血も流すこともほとんどないってことも。ななるほどな、賢いな。揺るぎなき邸宅での治療についてもっと教えてほしい。この邸宅はバカロボロラス教が所有している。彼は三期戦役を集結させる活動のために揺るぎなき者の会を組織した。教会は各勢力の負傷兵をここに連れてきて治療している。負傷兵が療養を通じ敵陣営の者たちと共通点を見出せることを期待しているんだよ。なるほどね。ここでは何の仕事をしているんだ？衛兵といったところだ。普段患者たちはおとなしい、というより痛みが激しすぎて面倒を起こす力がないんだ。だが我々はみんな兵士だからな。争いが起これば私が調停しているんだよ。だから他の患者たちは私に心を開かないんだ。他の患者には信用されていないのか？私はダガーフォール・カバナントのために戦った。戦争の前からカバナントの旗を掲げて行進していたんだ。今はここで正体不明の病気が兵士たちみんなの心を蝕んでいく中、病院の警備をしている。彼らが私を疑うのはもっともだと思う。うん、なるほどね。レディ・アラベル、手伝いたいが家臣の安否が心配なのだ。バカロ教、その件なら私の協力者が手伝えるかも。好奇心を満足させるのは後回しね。バカロ教の配達人が2人騒動に巻き込まれたわ。超越騎士団が関係してるなら助けるために動かないと。バカロ教に協力を申し出るのよ。支払いは通過しておくわ。分かった。私の家臣が2人行方不明になっている時、レディ・アラベルから貴族について尋ねられた。揺るぎなき者の会は仲間を守るために必要ならどんなことでもする。彼女は超越騎士団が関係しているかもしれないと言っていた。その可能性があると思うか？超越騎士団がハイアイルの中で人々を襲っているのは知っている。なあ、お前とレディ・アラベルは連中と戦ったことがあったな。ああ、
抜け抜けと騎士と名乗ってはいるが、奴らに名誉などあるものか。レディ・アラベルの提案の通りに私の家臣を探してくれるか。そうしてくれれば助かる。で、家臣はどこに向かっていった？家臣のグルニエとダニスには、あれ、ナビール港で積み荷の受け取りを申し付けてあった。南の道を使ったはずだが、何事もなければ塔に戻っているはずなのだ。ひどい目に遭っていなければいいのだが。物資はなくしても構わないが、良き家臣は替えがきかないからな。なるほどね、二人とも知っている。行方不明になっている家臣を探そう。助力に感謝する。君の帰りを待つ間、レディ・アラベルと相談しておくよ。私がハイアイルの貴族に関して知っていることは全て彼女に伝えよう。和平を達成するのは簡単なことではないと思ってはいたが、まさか戦争になるとはな。二人とも死んでいるけどな。ラルクルク、この者は偽りの塔と呼ばれる地の穴の中にいなくてよかった。偽りの塔と呼ばれる穴が存在するのはコールドハーバーだけだ。偽りの塔なんてあったっけ。まあどっかであったような気がしないでもないな。エレビルベレス、エレビルビュレスか。状況を把握するまでこれ以上患者は受け入れないと聞いたが、とにかく揺るぎなき邸宅へようこそ。案内したいが気分が優れない。何日も寝てなくて立っているのも辛い。患者の感染を調査している。話を聞かせてくれないか。感染？まさに心が蝕まれているのを感じるよ。何日も眠っていないから頭に霞がかかったようだ。まともに考えられない。癒してロスレンの薬は少し効いた。彼女は自分のやっていることが分かっている。そうでない者もここにいるが。誰のことだ？大治癒士ヴィラレインは症状に対処することしかできてない。痛みを和らげるか慰めの言葉をかけるだけ。原因を探そうとしないんだ。ロスレンはこの病を研究した。彼女は体液の呪いだと信じている。体液の呪いだが、まだ研究を続けないと。なぜ揺るぎなき邸宅に来たんだ、あなたは。もう二度と歩けなくなると思った。ウッドエルフに両足の骨を折られたんだ。小さな奴なのにあんな真似ができるとは驚きだよ。まあその戦いは断片的にしか覚えていない。うん、足が折られてから何があった？治癒士の元へ運ばれたが、魔術は致命傷を受けた者のためにしか使われなかった。私は木のギプスと痛みを和らげるための木の皮を与えられた。骨がおかしなくっつき方をして歩くと痛くて仕方なかった。なるほどね。ここで彼らは支援してくれたのか。ある程度はな。大治癒士ヴィラレインは治るまでの間もっと苦痛を味わうだろうと正直に言ってくれたよ。骨をそれぞれまた折ってゆっくり縫い合わせなきゃならなかったんだ。だが日々痛みは引いていて今は動き回れる。それには感謝している。なるほどね。揺るぎなき邸宅の目的をどう思う？話を聞いてすぐ信じた。敵に対する憎しみはなかった。命令されたから戦ってただけだ。他の民について学ぶって考えは気に入った。初めて到着した時は正直言って嬉しかったよ。なるほど。今となったらどう思ってるんだ？今か。気分は悪くなっているよ。患者たちの間で何かが広まっている。あれのせいで自分が自分でなくなっているんだ。計画的な攻撃だと思う。他の同盟のどこかが私を狙っているんだ。ここに来たのは間違いだったかもな。まだわからないからな。でも癒してロスレについて教えてくれ。仲がいいわけじゃないが、彼女の知性には敬意を払っている。あれだけの錬金術の知識があれば何でもできるのに、彼女は他人を癒すことを選んだんだ。私だったら弱者を助ける道は選ばない。だが助けを必要とする立場になった今、その価値が分かるようになった。なるほどね。へえ、なるほど。なんだろうね。本当になんか呪いかなんかだな。精神的な病じゃないのそれは。
サフィーン。これはルーバーダンスを踊ってくれるって。あ、踊ってる。っていうかでけえ犬だな、ルーバー。でかい、人よりでかいぞ。すごいね。いいな。でもこのこんな犬多分そのうち実装されるだろうね。いた、テリエル。癒してテリエル。悪いけどもう話せない。手を貸したいけど患者が待ってるの。ロスランの姿も見えないしね。感染の原因が見つかることを祈ってる。体調が悪くなったらすぐに知らせて。アーミン・デバルに感染の原因を調べるよう依頼されている。なるほど。アーミンが手伝うよう依頼したなら異論はないわ。でも声が聞こえたり変なものが見えるようになったりしたらすぐ行って。癒してロスレンがここにいないのは残念ね。彼女が必要なのに。ロスレンがどこへ行ったか知ってるか。残念だけどわからない。だから心配なの。ロスレンは職場を放棄するような人じゃない。なんか調べ物。それに一部の患者も姿を消してる。様子を見に行くとベッドから忽然といなくなってるの。こんなこと話さない方がいいかも。みんな気が立ってるから。なるほど。これ動物たちが一緒にあれなんだね、手伝ってくれてるの。揺るぎなき者の会、エリンヒルのファラスタス町、うん、インペリアル貴族の名士数人の求めにより、通常は私の専門外にある主題に踏み込むことになった。時事問題という領域だ。より正確には揺るぎなき者の会の台頭と、その政治的役割である。慈善事業家のバカロ・ボロラス教は、3期戦役によって引き起こされた悪痛に巻き込まれた人々に救いの手を差し伸べるため、揺るぎなき者の会を発足させた。3同盟が衝突する中、戦場の、背後で家族は離れ離れになり、子供は孤児となり、兵士は負傷し、飢餓が広まった。会は打ち続く紛争に見舞われた人々に援助と安全を与えるため全力を尽くしている。ロングハウス皇帝の終焉につながったコロビア反乱の初期、地域お供団体の指導者たちが、進み出てバレン・アクエラリオスの軍が帝都に侵攻した際、流出した難民たちの、庇護者として活動した。藁のベッドが作られ、避難所が急遽建設され、シチューの鍋が配置された。血が染みついた血肉やボロボロのベッドシーツから旗が紡がれ、困窮する人々のための安全な隠れ家、そして救助の場であることが示された。このような善意と、救援の非公式の集合体は、バカロ・ボロラス教の存在がなければ単なる歴史の、人差し輪でしかなかった。なんて読むんだろう、これ。でしかなかったかもしれない。栄華を極めたボロラス家は、レオビック帝に対する戦争によって深刻な打撃を受けた。バカロ自身も戦闘のために、伴侶と子供たちを失った。悲しみに暮れる中、この貴族は巨額の、資材を様々な種類の慈善活動に注ぎ込んだ。そして3期戦役が始まると、彼は揺るぎなき者の会を創設して、最も必要とする人々に援助が差し伸べられるよう取り計らった。会は負傷者のための治癒のテントを設置し、飢えた人々のために食料と水を配り、その他にもできる限りの援助を提供している。バカロ教の言葉として、私の一族は常に富は正しい仕事を育てるために用いられるべきだと信じている。我々は同盟戦争の暴力に巻き込まれた民たちを助けることを目的としている。とのことが伝わっている。この会は宗教組織ではないが、ステンダールの教えに着想を得ていることは確かである。治療院と食料配給テントに加えて、会は戦争に巻き込まれた人々に対し、兵士と一般人を問わず同情と慈悲を示す活動に従事している。比較的小さな組織であるため、この会は基本的にシロディールの戦場付近で活動している。バカロ教は最近ハイアイルにある辞書を治療院へと変え、
エミズから費用を受け持って特別に深刻な負傷者たちのことをこの地域に輸送し治療と、保養を受けさせている、ゴンファローネ湾から日々揺るぎなき者の旗を掲げた船がやってくる。それぞれの船は各地から食料や物資など、戦争被害者のための救援物資を運んでいる。パクトであろうとカバナントドミニオンであろうと、戦士のチュニックの色は、この海の、船にとって無関係である。彼らは困窮する全ての者に助けを与える。なるほどね。聞こえは立派です。果たしてこれがでも本当に慈善事業でやっているのか、それとも何か裏に政治的陰謀があるのか、それはまだわからない。わからないから信じるわけにはまだいかない。なぜならここはブレドンの貴族社会だ。あんまりでもいないな。猫ちゃんがいるよ。ビンクス。何してんの？大丈夫か？あ、なんか発作が始まってんのかな。悪夢を見た人たちでしょ。ミラギ火事とか。穏やかな眺めだろう。岸に打ち寄せる波の音はいつもミラギの心を落ち着かせてくれる。でも今は心臓が口から飛び出そうだ。また戦うことになったら恐怖に打ちのめされる。感染が邸宅の患者に広がっていることを恐れているのか。その通りだ。ミラギは力を取り戻したと思った。リンメンにいる家族のもとへ帰るつもりだった。だがある日の夕食時、ミラギは息が苦しくなった。心臓がドキドキして視界が暗くなった。落ち着かせてくれたのは癒してロスレンだけだった。彼女はどうやって落ち着かせたんだ君を。癒してロスレンは錬金術治療の達人だ。ミラギの茶に粉を混ぜ落ち着かせてくれたんだ。昨日ロスレンはこの病気に治療法があるかもしれないと話してくれた。新しい薬は効き目がありそうだと。だが姿を消した。なるほどな。で、邸宅でアーミンと話すのか。どこにいる？上か？聞いたかもしれないが、第一勇士ビラレインとの話し合いは不調に終わった。彼は手順を守るだけで切迫感がない。そっちはどうだった？患者から何か分かったか？皆が癒してロスレンの名前を出す。明らかに姿を消しているようだ。みんな癒してロスレンを尊敬している。
彼女は優しさと実力を持ち合わせた珍しい人材だ。それにここだけの話だが、彼女はカードゲームがとても強いんだ。なるほどね。そういえばロスレンをしばらく見ていないな。どこに行ったんだろう。テリエルからは何人かからの患者も姿を一緒に消していると言っていた。人々が姿を消し始めたのと同時にこの病気が現れたのは奇妙だな。偶然とは思えない。なぜビラレインはこのことを私に話してくれなかった。確かに私は会のメンバーではないが、他には何か分かったか。ロスレンには呪われた体液についての考えがあったようだ。そして治療薬を研究し始めている。なら診療所に行くべきだな。ロスレンはそこで働いていた。ビラレインが鍵を持っている。いやしてアルドバルもだ。どちらかから診療所の鍵を手に入れて調べてきてくれ。お前が中にいる間、私は見張っているよ。なるほど。どうやって、ビラレインの鍵を手に入れればいいんだ。説得が得意ならおだててみろ。錬金術で感心させるというのも手だ。信用してもらえるかもしれない。あるいは癒してロスレンを探していると言ってもいい。彼らは仲がいいからな。仲がいいとは。別に変な意味じゃないと思うぞ。だが彼らは長い間一緒にやってきたんだ。ロスレンが前に話してくれたが、彼女を選んで揺るぎなき者の会に入会させたのはビラレインだそうだ。彼は錬金術師に敬意を抱いている。そして癒してロスレン以上の錬金術師は少ない。なるほどね。アルドバルはどこにいる。そうだな、あいつ以上に怠けた癒し手は見たことがない。どうせ港で眠っているだろう。やつの荷袋から鍵を盗むのは決して勧められないが、鍵が袋から落ちていてそれを拾うだけなら。なるほどね。盗むんだな、そいつから。癒しロスレンを手伝っていたのか、彼は。ああ、だがなぜかは見当もつかないな。アルドバルは彼女の役に立つ人材じゃない。薬草学も錬金術も私が見たところ特別優れてはいないからな。私の評価が辛すぎる可能性もあるな。彼は他の患者たちみんなと仲良くやっている。ロスレンは凡庸なものに惹かれるのかもしれないな。なるほどね。普通の人がいいんだと。で、他に診療所へ入る方法はないのか。ロックピックを使うのも手だろうな。なんだ、そんな簡単な手が。私が勧めたなどとは言うんじゃないぞ。私は一応ここの警備担当なんだ。まあそうだよな。この病気のせいで癒してたちは忙しいからおそらく気づかないだろう。だが扉を壊すなよ。患者たちが盗みに入ったらまずいからな。まあ入り方はいろいろあるんだな。で、ビラレイン。いや、友人のアーミンと話していたようだな。彼は揺るぎなき邸宅で最も活躍してくれている人物の一人だ。何か用かな。癒してロスレンの失踪について調べているんだ。ひどい話だ。ロスレンは優れた治癒士で圧倒的な才能があった、彼女を失っていろいろ大変になったが、みんなでできる限りのことをしている。何のご用かな。ある癒し手が作っていた薬に言及していた。診療所を調べたい。悪いがそれは無理だ。君を疑うわけじゃないが、診療所には大量の繊細なそして危険な物質が貯蔵されている。あ、いろいろあるな。絶対に荒らすわけにはいかない、命がかかっているんだ。なるほどね。錬金術のレベル8が必要ってことだね、これね。へえ。ちょっといろんな選択肢見てみたいから。患者の謎の病気に対する治療薬に関してロスレンはメモを残したかもしれない。いや、君の懸念は理解している。本当だよ。ロスレンの不在は痛手だ。しかし残念だが、誰にでも診療所をうろつかせるわけにはいかない。特に面識もない冒険者となるとな。悪いがそろそろ仕事に戻らせてほしい。すまんな、邪魔して。調査を頑張ってくれ。ひどい話だ。悪いがそれは無理だ。
ちゃんと選択肢ある。じゃあちょっと他の選択肢も見てみようか。アードバル、港で寝てるって言ってたな。もしくはロックピックでっていう話ね。いた。そんなとこで寝てんの。おじいちゃんだね。あ、まだ寝た。あ、鍵手に入れた。なんか盗むっていうよりもただ単純に調べただけだけど、一番簡単だなこれ。あれ、こっちにも道あった。アーミー、あ、一緒に入るのか。分かった。中に入ってロスレンのメモを探してくれ。お前が中にいる間、誰も邪魔しないよう私が見張っておく。頼む。すまない、閉鎖中だ。その清掃中でな。心配するな。再開するときは知らせる。長くはかからん。誰か来てるね。これだ、癒してロスレンの日記。ちょっと待って、謎の洞窟ここじゃない？11日前、今日数人の患者が異様に疲れ、異様に疲労し、休ませても具合が悪いようだった。妙なことに彼らは全員悪い夢を見たと言っていた。7日前、明らかに何かがおかしい。今ではほぼ半分の患者が疲労と不安に苦しんでいるし、恐ろしい悪夢についての報告が頻発している。感染症の熱病の一種、それとも何か別のもの？これと似たものを以前見たことがある。どこで見たのだろう。この謎の病にひどく苦しんでいたノルドの兵士が今行方不明になっている。自分を傷つけたのではないかと心配だ。5日前、さらに2人の患者が行方不明になっているが、状況が分かった気がする。この兵士たちは吸血症の初期症状を発しているのか。え、そうなの。症状は軽いが、不眠症や倦怠感、恐怖の感情や怯えやすさなど全てが一致する。でもこの邸宅に吸血鬼はいない。それは間違いない。アレクシス・ビラレインは、納得していない。彼は、身体的な症状が単なる睡眠不足であり、その原因は患者たちの恐ろしい戦争体験にあると信じている。彼はベッドで休ませろと指示している。4日前、アレクシスには早くここで起きていることを認めてもらいたい。吸血症の初期段階の症状を緩和する霊薬を少量用意してみる。これが効くかどうか確かめてみよう。行方不明の患者は今や7人になっている。2日前、思った通り、抗吸血症薬は私が処方した患者たちを即座に落ち着かせた。しかし病気は治っていないと思う。新鮮な材料を使ってもっと強力な薬を作らなければ必要なものの、大部分はここで手に入るが、解毒剤を作るにはハーピーの羽が必要だ。幸運なことにハーピーの群れが邸宅の西にある丘に住んでいる。夜が明けたらすぐに出発しよう。そういうことか。おい、もうすぐ終わるか。いつまでも引き止めてはいられないぞ。ロスレンの居場所が分かったぞ。ああ、そこにいたのか。何か見つかったか。癒し手が清掃中なんて言葉に騙されるなんてな。で、何か分かったか。この日記が見つかった。見せてもらえるか。確かにこれはロスレンのものだ。吸血症に関係した病気。私は剣を振るうために必要な本くらいしか読まない人間だが、
吸血鬼がいたら気づいていたはずだ。ここで一体何が起きているんだ。ロスレも知らなかったようだ。しかし彼女は治療薬を研究していた。そうだな。それにハーピーの羽についても何か書いてあるな。ロスレンがハーピーの巣を探しに行ったのなら我々も探すべきかもしれないな。彼女は巣が近くにあると言っていた。見つけるのは難しくないだろう。ハーピーの巣を見つけに行こう。ハーピーには気をつけろよ。凶暴になることもあるからな。大丈夫だ。一緒に行きたいが、患者と癒し手たちだけを残していくことはできない。患者だけにするのもまずい。吸血鬼の病気にかかっているのならなおさらだ。そうだな。私が探してくる。ここね。これは？あ、そっか、家臣を探せって言ってた。吸血鬼がここで？このまま行けるかな？川だね。すごくない？あれ、あそこから湧き出てるぞ。あの岩のてっぺんから。ニルンルートが鳴いている。おっと、いるね、ハーピー。この上だ。こんな危険なとこに癒してだけで来て大丈夫なのか。嫌な予感がするんだけど。これは？捨てられた手袋。この先にいるのか。デスハウンドがいる。嫌な気が、いや、なんか嫌な予感がする。なんか洞窟あるけど、こういうことなのか。癒しての日記のページ、癒してロスレの日記からちぎられた、数枚のページ。ハーピーたちは興奮しているようだ。邸宅の病気がハーピーにも感染している。それとも攻撃性には別の原因がある。いいハーピーの羽を手に入れたけど、この辺りのどこかで手袋をなくしてしまった。急いで書き加えられた分、邸宅への帰り道、森の中に奇妙な黒い犬を見かけた。見られはしなかったと思うけど、逃げるしかなかった。この環境で、この環境に生息しているものじゃない。超自然的な存在。巨大なコウモリもいた。小川の向こうに洞窟の入り口がある。あの犬とコウモリはあそこから来ているんだろうか。あれはもしかして吸血鬼の巣？捨てられたバックパック。どういうことだ？謎の洞窟。結構広いな。
これは。明らか吸血鬼だな。なるほど。行けない、ここ。ここ行けない。ここ行けない。行っちゃいけないとこだった。いるね。沈められるモルガル。お前の肉を食らってやる。やれるかな。こいつは行こう。変態じゃねえか。いた。意外と大したことなかった。なんだ。吸血鬼だな。何かの研究施設みたいな感じだけど。研究所。誰かいるわけではない。これでもバカロ教に関係するものであったら結構やばい話なんじゃないの。誰もいない。ロスレンがいる。誰かいるの？いる、ここに。助けて。ちょっと待って。どうやって助けるんだ？ん？セラフィンと話す。あれ？ロスレンじゃなくて？セラフィンどこにいるんだ？ロスレンはこれ。いや、寝てるね。死んでいない。動いている。よかった。どこにいる？セラフィン。
この子か。セラフィンは吸血鬼です。話してみよう。あなた、ヴィラレインじゃないわね。そうだ。私はセラフィン。見ての通りの存在よ。うん、吸血鬼だな。この呪いから解放されたいと思ってる。あなたはこんな悲惨な場所で何をしてるの？ロスレンという癒し手を探している。ロスレン？そうだ。彼女は私を解放しようとしたけど、戻ってきたヴィラレインに捕まったわ。ヴィラレインか。ここはあいつの研究室なの。私の血で負傷者を治せるかもしれないと言って。なるほどな。私を実験台にしてる。どうかしてるわ。ロスレンに私の血を与えてないといいんだけど。なぜヴィラレインはロスレンに血を飲ませたんだ？呪いが染み込んだ私の血は深い眠りを引き起こすの。私が誰かを噛むと、その人は深い眠りに落ち、ひどい悪夢を見る。私の血を濃縮させて与えれば同じ効果がある。即座にね。自分の上が憎いわ。なるほど。そうすると癒してロスレンはどうなる？今は隣の部屋で眠ってるけど、彼女は私の呪いと共に目覚めてしまう。広間を抜けた先の研究室に私の血の入った瓶があるわ。それを使えば解毒剤が作れる。私を解放して。分かった、檻を開けて解毒剤を手に入れよう。ありがとう。少し力を取り戻す時間がいる。解毒剤についてわからないことがあったら、ヴィラレインのメモが研究室にあるわ。ロスレンのところで会いましょう。私はもうずっと食べてないから、彼女と二人になるべきじゃない。で、血の小瓶を取る。あれか、さっきの研究所だね。これか。で、メモ。不幸な事態が発生した。ロスレンが研究室を発見したのだ。被験者の血液を大量に与えて彼女を鎮静化するしかなかった。成功は目前にまで迫っている。どうあっても今実験を中断するわけにはいかない。残念なことになったが、ロスレンの症状は、症例は新しい洞察を与えてくれるかもしれない。今のところ私は被験者の血液を薄めて、患者の食事と飲み物に入れている。症状は予想通り数日間かけてゆっくりと現れている。しかしロスレンの場合は、投与量が多かったためすぐに意識を失ってしまった。ロスレンの状態は一時的に抑えられているが、完全な吸血症に発展するのは確実だろう。幸運にも知識があれば解毒剤を作れるの。解毒剤を作れるのは簡単だ。ハーピーの羽の抽出物を、被験者の、血液とその他の錬金術の試薬へ混ぜればいい。そんなことで治るんだね。近いうちにロスレンに解毒剤を処方せねばならないが、その後はどうする？彼女がこの件をバカル教に報告すればパニックと非難が巻き起こるだけだろう。だが愚かしい、過剰反応に私の研究を邪魔されることなど到底許容できない。成功が近づいているのだ。何の研究なんだろう、まず。ヴィラレインは、何を成功としている研究なんだろう。あ、治療薬を調合しなきゃなんない。調合しました。これをロスレンに与えて起こす。で、セラフィンはどこ行った？あ、いた。早くロスレンに解毒剤を渡して。こんな仕打ちはひどすぎるわ。結構進行してるね、吸血症が。うん、頭が。あなたは誰？セラフィンがよこしたの？
あなたは誰？ここはどこ？何が起きたの？ビラレインに薬を飲まされたようだ。しばらく眠っていた。ビラレインが？冗談でしょう。一体なぜ？待って、思い出してきた。私は森の中でハーピーの羽を探してて、そう、吸血鬼に襲われたの。それでこの洞窟の中に逃げ込んで、檻の中にセラフィンを見つけた。でもそこで、ああ、頭が痛い。ビラレインに捕らえられていたようだ。彼は患者にセラフィンの血を投与していた。なんてこと。吸血症の特徴があると思った。確かに吸血鬼の血は回復を促進させるけど、とても危険。ビラレインは私たちの方法じゃ遅いと思ったんだろうけど、彼を問いたださないと。セラフィンが同意してくれるなら一緒に。分かった、セラフィンと話そう。ありがとう。まだ頭が少しクラクラしてて、すぐに戻らないと。患者たちの様子を見なきゃならないし、セラフィンも患者に加えるべきかもしれない。本人が望むなら彼女を治してあげられると思う。うん、そうしてやってくれ。聞いてよかった。彼女は大丈夫？ロスレンは何が起きたかは覚えていないが大丈夫なようだ。この呪いも少しは役に立ったわね。彼女があの悪魔ビラレインを倒して今回の報いを受けさせてくれるといいんだけど、怒りが激しすぎて奴の喉をこの手で引き裂いてやりたいくらい。でもいけない。これは私じゃない、呪いのせいよ。こんなこと終わらせなきゃ。方法はわからないけど。癒してロスレンはビラレインとの対決に同行してほしいようだ。もちろん協力するわ。うん、頼む。あの悪魔を倒すためなら何でもする。他の人たちに正体を明かすことになってもね。わかった、揺るぎなき邸宅だろ。わかったわ。そこに向かう。ビラレインは時々私の目を見るだけでも気味が悪くなると言ってた。今度は気味が悪くなる程度じゃ済まないわよ。ロスレン、本当に本当にごめんなさい。私があんなに弱くなければきっと。何もかもうまくいくよ。邸宅に来て手伝えると思う。私を助けるの？私は呪われてる、無駄よ。試したいことがある。説明するよ。じゃあ戻ろうか。あそこに繋がってんだね、ここがね。なるほど。ビラレインは多分こっから出入りしてたんだろうな。さて、どんな顛末になることやら。上か。やるしかなかったんだ。彼らを回復させる唯一の方法だった。あなたは毒を持ってるんだ。周りを見て。なるほど。第一勇士ウィラレインと話して、本人が何て言うか聞きたい。それに自分の行為をほんの少しくらいは後悔してると思いたいし。第一勇士ウィラレインと話せ。どうやってごまかそうとするのか知りたい。みんな話せって言うな。大中士ビラレインと話して、本人の口から罪を認めさせたい。認めるかな、果たして。おお、
君も根拠のない抽象をしに来たんだな。これは認めないぞ。私に盾つくとは何様だ。私の何を知っている。メモは手に入れた。そしてセラフィンが全て証言できる。何を偉そうに。私を始末すればここにいる哀れな者たちが大勢死ぬぞ。確かに私のやり方は普通ではないが効果はある。普通ではない。セラフィンを監禁してロスレンに薬を持ったな。忌むべき手段だが、より大きな目的のためだ。吸血鬼は永遠に生きるが、外にいる人々は違う。吸血鬼が一人苦しんでも、多くの人々が健康に生きられるのなら大したことではない。私は数百人、いや数千人、いやそれ以上の命を救えたかもしれないんだ。その治療薬は吸血鬼にするだけだ。いずれは改良したさ。いつの日か安全な方法になったはずだ。困難な選択をしなくてはならない時もある。なぜそれがわからない。話は終わりだ。私のことは好きにしろ。だが私が正しいといつかわかる。いつかな。信じられん。そういうことかと思いはしたが、だが話そう冒険者。確認させてくれ。ビラレインは医学実験のため患者に吸血鬼の血を与えていたのか。そうだ。それで証拠隠滅のためロスレンを殺すところだったと。証拠はあるんだな。ビラレインのメモを見つけた。セラフィンが全て確認できる。悪夢、誘拐、狂気の実験。ビラレインには責任を取ってもらわないとな。冒険者よ、ありがとう。ここで我々がしているのは世のため人のための事業だ。お前のおかげで再会できる。揺るぎなき者の会はこの恩を忘れないぞ。ありがとう。お前のおかげで兵士たちは家族の元に戻れそうだ。もしかしたらこの邸宅で療養した兵士たちがいつか戦争を終わらせる役割を果たしてくれるかもしれないな。そうだな。これからどうする。私のここでの仕事は始まったばかりだよ。私の体はすでに治っていたようだ。だが今私の心が訴えてくるんだ。ここにいて他の者たちを助けるべきだとな。ここを出たくないというのはおかしいか。いや、おかしなことじゃないよ。アレクシス・ビラレイン、揺るぎなき者の会の名のもとに誓う。自らの罪を償え。お前はここで戦争を終わらせる手伝いをしたいんだと思っていたよ。私が間違っていた。本当にありがとう。セラフィンも私もあの時助けてくれなかったら生き延びられなかったかもしれない。これからどうする。あなたがくれた解毒剤をビラレインの馬鹿げた治療を受けた人に与えないと。彼の邪悪な行いの後始末が終わったら、その後も戦争の傷との戦いが続いてく。患者たちを助けていく。それは変わらないよ。セラフィンは？いろいろとありがとう。ビラレインの責任は重大だけど、どうやら本当に責任を取るみたいね。これからどうすんの。ロスレンが私の病気の治療法を見つけてくれることを祈るわ。治療を受けられるまで、治療を受けられるまで必要ならいくらでも待つつもりよ。これまでくぐり抜けてきたこと以上に悪いことなんてないはずだしね。それが終われば私はやっと自由になれるから、うん。愚か者め、自分が何をしたか理解できまい。もう少しで成功するところだったというのに。お前のせいで多くの者が死ぬぞ。ありがとう。お前の、うん、同じだった。なるほどね、吸血症か。まあでも初期状ね、初期状態であれば直しようがあるのはね、スカイリムでも、なんだっけ、治療薬、普通のね、なんだ、疾患を治す治療薬飲んだら治るからね。サングイン症候群、サングイネアス症候群か。さてと、じゃあ、家臣を探しに行くか。まあ、場所は分かってるからな、もう。
このまま突っ切っていってしまうか。あ、やっぱなんかあるんだな。配達人グルニエのメモ、これを見つけた者へ、奇襲だ、印のない装備を身につけた騎士たち、一族の紋章がなかった。我々を待っていたんだ。戦おうとしたが数が多すぎた、ダニスは逃げ延びた。彼女は、南へ走ったが、殺し屋どもが二人追いかけていった、残りの奴ら我々の荷車を漁った。理解できない。バカル卿はナビール城への道が安全だと保証したのに、もう長くは持たない。どうか伝えてほしい。私の解読不能の走り書き。なるほどね。私のここで殺されたのは私のこれは引き裂かれたんだね。これで痕跡を追うんだな。なるほど。なんかもう見えづらくなっちゃったな。これだ、血の跡。浮いてるな、痕跡が痕跡が浮いているなまいか で、この洞窟に逃げ込んだと分かると、そういうことなんだね。なるほど。しかしもう答えを知っている。助からないことも知っている。いやー、にしても今日は暑いな。寒かったり暑かったり大変だな最近。こっちだね。これだ。家臣ダリス。騎士リチェルへの命令、明日の朝、揺るぎなき者の会の家臣2人に、護衛された荷車がナビール城の港から揺るぎなき邸宅へ向かう。お前の騎士たちを連れ、道の途中で奇襲を仕掛けよ。2人の家臣を殺せ。グルニエという男とダニスという女だ。この2人は見てはならないものを見た。始末せねばならない。荷車の、積み荷は騎士団で使うため押収せよ。それ以外の戦利品はそちらで懐に収めてよい。だがお前の任務は家臣たちであり物資ではないことを忘れるな。ナビール城と揺るぎなき邸宅の間には騎士たちを隠しやすい場所がいくつかある。お前ならきっと適切な場所を選ぶだろう。超越の魔導士。なるほど。ちょっと遠いからもう飛んじゃおうか。
で、どこにいるんだ、二人は。中なんだね。開いた。お帰りなさい。戻ったのはあなただけか。こういう事態が起きるのを恐れていたの。家臣たちに何があったのか、バカロ卿に伝えた方がいいわ。彼はあなたの帰りを今か今かと待っているから。君は一人で戻ったのか。すまない、力になれず。悪い知らせということだな。そういうことになるな。グルニエとダニスはただの家臣ではない。私のかけがえのない友人だったのだ。揺るぎなき者の会は彼らが失われたことを悲しむだろう。無論私も。どうか何があったか教えてくれ。家臣たちは殺されていた。超越の魔導士の命令を見つけた。グルニエとダニスはナビール城で宴の手配を手伝っていた。その後物資を受け取りここへ戻る手はずだった。しかし命まで取られるとはな。二人は何を見たのだ。宴は賓客を歓迎するためのありふれたものだったというのに。グルニエは死ぬ前にこのメモを書いた。彼は反撃しようとしたようだった。超越騎士団が揺るぎなき者の会の物資を盗み我々の家臣を殺しているか。グルニエは勇敢だったが愚かだった。奪われた物資ごときに命を懸ける価値などないのに。超越騎士団に資金を出しているのは裕福な貴族だと思う。レディ・アラベルからそう聞いている。他者を糾弾するのは不本意ではあるが、ナビール城に来てくれるか。ハイアイルの全貴族が集まっている。家臣が城で本当に何かを目撃していたならその正体を明らかにしてくれ。分かった、ナビール城で会おう。宴の主催者はデュフォート家のエリア女公爵だ。賓客たちがまだ行方不明にもかかわらず宴を中止にはしなかった。ナビール城の中庭に向かってくれ。到着したら自己紹介を頼む。できうる限り目立たぬよう進めてくれ。賓客がいないのに宴を開くのか。エリア女公爵は皆を動揺させたくないようだ。今はこんな状況だからな。初頭では噂がすぐに広まってしまう。予定の通りにことを進め、我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。今頃は身代金を払って代表団を取り戻していると思っていたんだがな。レディ・アラベルから一部の貴族が和平交渉に反対していると聞いた。バカな。和平に反対する者などいない。貴族の中に今ここで会議を行うことに異論のある者がいただけだ。例えばエリア女公爵は本土の問題をハイアイルに持ち込むのを渋ってはいるが、和平に向けた我々の努力そのものを認めていないわけではないよ。他にそう思っている者は。モーナード家のレオナード伯爵はあらゆる陣営に物資を供給し利益を上げている。それを急に止めるわけにはいかないだろうな。和平が締結されればエリア女公爵とデュフォート家の手柄に見えるようならなおさらだ。レオナード伯爵は彼女が交渉の開催を決断したことを恨んでいるようだな。デュフォート家とモーナード家はライバルなのか。ライバルにしてパートナーだ。モーナード家は貿易で財を成したが、彼らの品物の輸送を手掛けているのはデュフォート家。両家は手を結びながらも相手を上回ろうとしのぎを削ってきたのだ。なるほどね。その経緯に鑑みてもモーナード家がデュフォート家によるハイアイル統治を快く思っていないのは事実だ。揺るぎなき者の会についてもっと教えてほしい。富は善行を生むためにあると私の家は信じてきた。三同盟が戦争を始めた時、その暴力の巻き添えとなった平民たちを何としても救おうと決意したのだ。そこで揺るぎなき者の会を始めたのだよ。揺るぎなき者の会は何をしているんだ。我々は宗教団体ではないが、会の思想はステンダールの教えに依拠している。救護所などを建設し、このむごい戦争の巻き添えになった人々に慈悲といたわりを与えているのだ。民にも、そして兵士にもな。なるほど、それをハイアイルでやっているのか。いや、
我々は主にシロディール付近の戦場で活動している。ハイアイルには救護所があって、そこに重傷者を連れてきて治療している。私がハイアイルに持つ資産の一部を転用したものだ。なるほどね。和平交渉は我々の他の活動から自然と派生したものだよ。超越騎士団があなたよりも先にバカロ教の家臣を見つけるとはね。不運だったわ。口封じに殺されるなんて、彼らは何を目撃したの？ナビール城でもっと詳しいことがわかるかもしれないわ。今はパーティーなんて気分じゃないけど。バカロ教は何人かの貴族を、バカロ教は何人かの貴族が参加すると言っていた。そして行方不明の来賓のことが必ず話の中心になるとね。これは話を聞くチャンスであり、質問するチャンスでもある。エリア・ドゥフォーと、ダマード・ドゥフォーと、ヨンネ・モーナードと必ず話して、出席する貴族の中でも有力な人物よ。なるほど。彼らを疑っているのか。状況がはっきりするまでは全員を疑う。でも、貴族の誰かが超越騎士団を支援しているとしたら、ハイアイルの名家いずれかの可能性が高いでしょうね。つまり、ドゥフォート家かモーナード家ということよ。いずれにせよ、もうすぐはっきりするでしょう。エリア・ドゥフォート、ダマード・ドゥフォート、ヨンネ・モーナードとは何者だ？エリアはドゥフォート家の女公爵で、ハイアイルの名目上の統治者よ。ダマードは彼女の兄で伯爵。うん、ヨンネ・モーナードは今現在、ハイアイルのモーナード家で最高位の貴族。彼はレオナード伯爵のいとこで、ここには一族の利害を代表してきているわ。なるほどね。じゃあ行きますか、ナビール城。ちょうどいい宴の時間になりそうだな。その前にスカイシャードを取っていきますかね。これも取れてないのかな、もしかして。これは普通に行った方がいいのか。出発！から山に沿って北上したらありそう。綺麗だね。おっと、なんだ、何に見つかった今。あ、ちょっと待って、もしかすると、もしかするな、下じゃなさそうな気がする。果たしてこっちで行けるのかどうか。よっ、この先行けそうにねえな。はっ、あ、行けた行けた行けた。はい、えい、ー、危ねえ、ここから行けない。えだいちょっと危ねえ危ねえ。え、ここら辺にあるぞ。まさかな、そんなまさかな。あったあったあった、ほら、こんなとこに置く。こんなとこ置く。いや、取るの大変だよこれ。こっちからの方が良かったのかな。いや、こっちからはいけない。やっぱさっきのところだわ。行きますか。じゃあ、あそこの水まで至れば死なずに済むね。ちょっとね、これ足が多分
ちょっと乗ろう。さすがにちょっと普通に走り去ってはいけないわ。行くぞ。ほっ。行け。行けた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 。行けちゃまずかったんだけどな。落ちて死ぬ下りだったんだけどな。行けちゃったな。まあいいか。まあいいでしょ。持ってないね。逆に。じゃあ行きますか。ナビ入れちゃおう。